こんばんは、ヤッホー。みんなお盆休み中ですか？ 朝メールでね、お盆休みのことについて書いたんですけど、結構ね、人それぞれだったかな。でもお休みって方が多かったかな。結構前から、ちょっと前からお休み始まりましたとか、今日からですとか、でも、お仕事で休みないですって方もいたんですけど、みんないかがお過ごしでしょうか。待ってました。来週嬉しい。そう言ってくれて嬉しいです。こんばんは。今日はゆっくり見れるか嬉しい。ありがとうございます。ゆっくり見てってください。先ほどまで10人トイレ公演を見てました。あー、嬉しい。トイレをやりたい。私もトイレ公演久々に見たいな。見たいっていうか、私結構なんだろう、 DMM のアーカイブとか見るのめっちゃ好きなんだよね。かわいいギフト、めっちゃかわいいギフト、ひまわり、ありがとうございます。今夜も美しい。 5分前から待機してました。ありがとう。久々に、超久々にスタートから見れた。イエイ、よかった。夏バテしてない？夏バテしてないですね、多分。なんかたまに、私全然普段貧血とか、そういうなんだろう、フラッてしちゃうとかあんまりないんですけど、夏、この夏だけはたまになります。すっごいたまに。だから全然夏バテとるでもないですけど、すっごくたまに、あっみたいな時がありますね。こんばんは。がっつり夜勤中なので戻りますね。わら、頑張ってください。頑張って。夜勤明けで今日からお盆休みですね。ずっと寝た。あ、なるほど。お疲れ様です。サイン届いた。イエーイ、よかった。だるま、ありがとうございます。にゃーにゃーコラボ配信以来久々です。めっちゃ久しぶりに感じる。サクレいちご味食べてうまみやだったわ。 皆さんありがとう。私のなんかおすすめしたものとかさ、真似してくれて、もうマジでめちゃめちゃ嬉しい。ツイッターとかさ、載っけてくれたりとか、インスタとか載っけてくれたりとか、返信で食べたよって教えてくれたりとかね、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。とっても嬉しい、みんなが真似してくれるの。でも私もすごく、なんだろう、ファンの方の気持ちがわかるから、推しとなんかお揃いにしたいっていう気持ちめちゃめちゃわかるし、ファンの方がそういうのを私に対してそう思ってくれてるっていうのがめちゃめちゃ嬉しい。だるまありがとうございます。ネイルかわいいね、とてもね。すごい、よく気づいた。なんとネイル変えました。めっちゃ派手ネイル。 めっちゃ派手じゃない？過去一派手かもしれん。見て見て、可愛くない？私やっぱね、シンプルなネイルも好きなんだけど、派手なネイルがすごいやりたくて、で夏だし、もうやるなら夏だよなと思って、派手なネイルするので、いつも思い切って、やっぱり思い切れなかったの今までは、けど今回はちょっと思い切ってみた。超可愛くないですか？夏って感じ。なんかね、かわいいの。なんか石がついてるんです。かわいいでしょ。ありがとう、気づいてくれて嬉しい。ネイル気づいてもらえるのはね、嬉しいからね。ありがとう。推しと胃袋、推しとおそろい会見、推しと胃袋の中おそろい会見、長いな。サクレうまかったわ、リピット決定。嬉しい。サクレめっちゃ美味しいですよね、いちご味。で、なんかね、オレンジ味も美味しいって結構ね、何人かの方から教えていただいたので、オレンジも、私オレンジ味めな
オレンジはまだ食べたことないので、オレンジも食べてみたいと思います。リンゴは食べたことあるんだけど、そう、あまりハマらなかったですね。リンゴは美味しかったけどね。塩オクラ美味しいですよね。もうみんな真似してくれて嬉しい。ハートありがとうございます。飲み物ありがとうございます。だるまありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。時間かかったでしょ。うーん、でも2時間弱ぐらいでした。2時間半予定だったんですけど、30分早く終わって2時間くらいで終わりました。可愛くないですか。ちょっとすごいなんか画面越しに見るとうわ派手みたいな感じに見えちゃうかもしれないけど、派手か。でも可愛いんですよこれ、本当にめちゃめちゃ。生で見た方が可愛さわかるな。これは生で見てほしい。夏っぽいでしょ。めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。指全部宝石ですやん。可愛いよねこれ。シャーベットピンク色のネイルにしては可愛い、嬉しい。バラありがとうございます。そう、私サクレがね、アイス系の中でチョコ系とか、なんだろう、甘ったるい系とさっぱり系あるじゃないですか。フルーツ系の、私フルーツ系のアイスの方がすごい好きで、サクレがすごい好きで、レモン味とあとコーラ味もめちゃめちゃ美味しくて、その2つがもう王道で好きだったんですけど、最近サクレめちゃめちゃいろんな味出てて、まあ、前から出てたのかもしれないけど、メロンとかリンゴとかイチゴとかいろんな、オレンジとか出てて、でリンゴは食べたことあるんだけど、でイチゴを最近初めて食べてめっちゃ美味しいと思って、で塩オクラにハマってるっていうメールを送ったら、すごいファンの方がなんか真似してくださって、それがすごい嬉しかったから、あ、サクレ美味しかったから共有しようかなと思って載せました。そしたらみんなね、早速真似してくれたりとかね、美味しそうって興味持ってくれるだけでもね、すごい嬉しかった。ファミマ限定でソルティーライチ味のサクレがあるらしい。えー美味しそう。ソルティーライチ絶対美味しい。私ちっちゃい頃なんかソルティーライチあんま好きじゃなかったんだけど、最近美味しさに気づいた。オレンジ美味しいんだね。食べてみたいと思います。サクレをグラスに入れてレモンサワー飲んだら美味しい。ジュースでやってみて。確かにまだ未成年なのでジュースでやってみようかな。絶対美味しいねそれ。サクレ食べたことないから見つけたら買ってみよう。ぜひ。今来た、もう一回寝る見せて。ででん、じゃじゃじゃん、かわいいでしょう。こことここがお揃いで、こことここがお揃いで、かわいい。あのね、あの私遠くから見てもかわいいネイルがいいなと思って、ネイルってせっかくお金を払ってね、やっていただくわけじゃないですか。だからまあさりげないネイルもすごく可愛いと思うんですけど、私やっぱり遠目から見て可愛いって思えるネイルじゃないと、やってもあんまり、それだったらセルフネイルでいいなとか思っちゃう派だから、まあさりげないネイルも可愛いんですけどね、たまにやりたくなるし、けどちょっと夏だし派手めにしようと思って、遠くから見ても可愛いを意識してこれにしました。だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。たくさんありがとう。どんどん紹介して恐れできるのです。もうそう言ってもらえてめっちゃ嬉しい。だからなんか結構食べ物とかは共有しやすいじゃないですか。これ食べたよって言ったら、あ、それ食べようってなるし共有しやすいけど、でも食べ物以外にも、なんだろう、最近ハマってる曲とか、うん、物とかそういうのを共有してもいいなと思うから、そうそう、メールでね、なるべくたくさん伝えていけたらいいなと思って。そう、私曲めちゃめちゃ聞くから、
そうそう、でもファンの方と好みが合うかは分からないんですけど、何でも人をそれにしたいっていう方がもしいたら、ぜひ曲とかもおすすめしたら一緒の聴いたりとかねしてくれても嬉しいかなって感じですね。でも私いろんな結構ジャンル聞くかも。メッカは嬉しい。待って、ゴリゴリに可愛いんだけど、嬉しい。やっぱね、男の方にも可愛いって言ってもらえるの嬉しいけど、女の子にね可愛いって言ってもらえるのも嬉しいですね。やっぱり同じ目線で嬉しい。やったアイナちゃんが身につけたり食べたりしてると真似したくなるって、嬉しい、めっちゃ嬉しい。真似してくれるのめちゃめちゃ嬉しい。なんかメールにも書いたんですけど、やっぱり今直接さ、なんだろう、お話できる機会がないじゃないですか。握手会とか公演のお見送りとか、だから余計に SNS のでのファンの方の存在がめちゃめちゃ大きくて、だからこれ真似したよとか、全然私に関係なくても今日こんなことしたよって教えてくれるのもすごく嬉しいし、そうそう。あと最近でも私のこと好きになってくれた方で、なんかメールの返信で自己紹介をねしてくれた方がいて、すごくそれもそういうのもすごくその方のこと知れるし嬉しかったなと思うし、嬉しいなって思うし、なんかその直接会えてたのが当たり前だった頃に比べて、一段とそういうのの嬉しさとかありがたさに気づいてるなとはすごく思いますね。めちゃめちゃ嬉しい。あと画像を作ってくれたりとか、動画作ってくれたりとか、私全部スクショしたりとかしてるから、もう超嬉しいです。本当にありがとうございます。さすがにネイルは真似できないですねそうだね、ネイルは厳いね。真似はぜひ、女の子でねネイル迷ってるんだよねって方とかはお揃いとかにねぜひぜひアイニャンのおかげで苦手だった枝豆食べれるようになった。アイニャンのおかげで嬉しい。美味しいよ枝豆は。だるまありがとうございます。アイスなら層の梨がうまいぞ。わー美味しそう。そうね、そう、私がちっちゃい頃からある。そう、最近あんま食べてないですね。ドラマもギルティー渚さんはアイナちゃんの影響で見始めた。嬉しい。本当にドラマも真似し一緒の見てくれるなんて嬉しい。ギルティーはねもう終わっちゃったんですけど、渚さんはね見てます。今日もねこの配信始まるちょうど直前に渚さん録画していたの見ました。アイニャーが言ってくれればそれだけで自分で気づけてないことに興味持ってるから嬉しい。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。でも私もね、そのめちゃめちゃ推しとお揃いにしたい欲がすごい、すごいのね私も。だからなんだろう、推しの服とかネイルの色とかリップの色とかめっちゃ見る真似したくなる。もう全部真似したい服とか、もう1週間コーデ教えてほしい。全部1週間コーデ教え、もう真似したいぐらい、もう真似したい派ですね私は。ひまわりありがとうございます。アイシャドウの感じがネイルと似合って今日も可愛いさが溢れて嬉しい。可愛いって言われるのが一番嬉しいね。なんかアイシャドウは、まあ、いつもとちょっとだけ違うけど、まあオレンジが強めの色今日は。あとキラキラがいっぱい乗ってます。この服は古着屋さんで買ったんだよね。いつだったか2018年ぐらい、2年前ぐらいの、2年前ぐらいに古着屋さんで買った服、超可愛いんですよ。スケスケなんですけどね、いない感じのスケスケさ。
渚さん面白いですよね。食べ物紹介されると食べてみたくなる。嬉しい。オクラ食べれないけど挑戦してみるか。オクラ食べれないのか。でも結構私がの好きな塩オクラは苦手な方はもしかしたら苦手かもしれないけど、でも美味しいよ、とっても。なんかあんまりネバ感もそこまで強くないし、なんだろうな。でもオクラ苦手な方はどうだろう。おすすめです。でも美味しいよ。ツイッター見てラブラに看板見に来ました。ああ嬉しい。そう、載せたんです、ツイッターに昨日ラブラの看板との写真。なんかね、私があそこで写真撮る前になんかずっとその看板を見ていた男性がいて、でね、 NGT ファンでそうしてたのかわからないんですけど、全身ピンクでシャーベットピンクカラーの男性がいてそう、俺 NGT 意識してピンクなのかな、でもそれともピンクがただ好きなのかなみたいな、ちょっと分かんなかったんですけど、そう、全身アスタグマから足までピンクの男性が看板の前にいましたメイク関連は知りたいな、おすすめのとか。嬉しい。メイク関連は私本当に全然得意じゃないから、メイクとか全然おすすめするほどのものでもって感じなんですけど、でもこの前さ、保湿リップ、なんか唇リップのやつ を紹介したんですけど、私ベッドのなんかここの棚っていうか、ここにリップ置いて寝る前絶対塗らないと寝れないんですけど、これをねこの前おすすめしたんですよ。なんかスクラブが入ってる保湿リップみたいな、これはマジでいいんですけど、やっぱこれを使っててもどうしてもね、唇が荒れちゃうなっていう時期がある、時期っていうか荒れちゃうなって時はやっぱりこのモアリップですね。メイクとかじゃないけどモアリップはマジで最強。ちょっと高いけどね。だから肌が荒れてるなって時はこっち使って、まあ、肌そんな荒れてないなって時はこっちでプルプルにするっていう感じですねアイニャのその服すっごいお姉さん感ある。そうかな、お姉さん感あるかなこの服。なんかでも可愛いんですよ、この生地がなんかクシュクシュってなってて、なんかねレイナとお揃いでベレー帽をかぶった時があって握手会で、その時に着てた服ですね。インスタの服も可愛かった。嬉しい。そうインスタに昨日そうだ、新潟の海にいた時の写真を載せたんですけど、あの服も古着屋さんです。そうそう、渚さんって坂口さん渋谷さんすごいボケをかましてきておられる家政婦の渚さんですね古着屋さんに買い物に着ていく服がない。いや何だっていいんですよそんなの。大丈夫、何だっていいです。 T シャツにジーパンアイナちゃんが絶賛するからイモジェンヌは数年探して、イモジェンヌなかなかね売ってないんですよね。そうそう、美味しいよね。でもだるまありがとうございます。頑張って食べてみる。で無理せずにね、無理はせずに、全然絶対強制的に真似しろっていうわけではないので、そう、全身ピンクの方がいたんですよ。 NGT 好きですかって聞いてみればよかったの、ね、いやそれはさそんなことある、アイドルから話しかけるって
新潟行きたいな、看板の前で写真撮りたい。そうですね、結構看板まだ行けてないって方もたくさんリプでいらして、そうだな、新潟に住んでない方は看板見れてないよなと思って、早くね、なんか全然どこにでも行けるような日常が戻ってきてね、みんなが新潟でね、あの看板の前で写真を撮れるようになったらいいなと思います。それその後数回に行った、嬉しい、ありがとう。モアリップいいですよね、かわいいって、洋服嬉しい、だるまたくさんありがとうございます。好きなスニーカーブランドとかある？あ、スニーカーは基本的にこのブランドが好きっていうのは今までなかったんですけど、バンズのスニーカーはやっぱり可愛いなって思いますね。何にでも合うし、私も一足持ってるんですけど、黒のバンズのスニーカー何にでも合うからすごい好きですね。なんかダンサーとかの方も結構バンズの靴履いてる方多いイメージ。普通に黒以外の色も欲しいなって思うぐらいだからバンズかな。中学生の時はな、瞬足とか履いてたなブランドじゃないけど、懐かしくないですか瞬足めっちゃ軽い、めっちゃ軽い靴みたいな流行りませんでした？めっちゃ流行ってた学校で、瞬足履いてない子はいないみたいなくらい、みんな瞬足だったな。だるまありがとうございます。ローソンのお芋のアイス食べたことありますか？あ、なんかね、見たことある気がする、インスタとかで。私インスタとかで結構ね調べるんですけど、でもね出会えてない気がする。食べてみたい。いつまで看板あるのかな、ギリまでありますよね。どうなんだろう、でも結構あそこもずっと NGT の看板を飾ってくださってて、シングルが変わるシングルを出すごとに変えてくださってて、で世界の人への看板もシャーベットピンクの発売までだから1年9ヶ月ぐらいずっと飾っててくださったので、もしラブラさんがよろしければきっと次のシングル発売まで飾っていただけるんじゃないでしょうか。もしそうだったらありがたいですね。だるまありがとうございます。こんばんは。スニーカーもそれ改善しなきゃ、すごいな。でもスニーカーとかはさ、もう結構もうバンズとか結構みんな履いてるやつだけどね、なんだろう、なんかみんなとお揃いにできるもの欲しいな。でもシュンソク懐かしくない？感動した、初めてシュンソクと出会った時、カルみたいな、こんなん余裕で1位みたいな思ったけどね、全然1位じゃなかったですねで私小学校の頃からね、足はねまあまあ速い方だったんですけど、リレー選手にはなったことなかったかも。補欠でしたずっと小学校の時で、私ね本当についてなくて、走ることに対して小学校の時はずっともうなんだろう、クラスで女子2人男子2人でリレー選手で、女子のいつも3位とか4位だったの、クラスの中でね、女子で足が速い順で、だからギリギリリレー選手にならなくて小学校の時は。そうそう、で中学校1年生の時に、中2かな、中1の時も確か補欠で、中3じゃないわ、中2の時に初めてリレー選手になれたんですよ。すごいと思って、あのまだ神奈川の中学校だった時、そうそう、私7月に新潟来たんですけど、体育祭運動会、体育祭はギリギリ神奈川県の方、神奈川の中学校出れて、そうでリレー選手だったんですけど、足をね、何したんだっけな、肉離れかな、なんかね、私バレーボールを習ってて、それで一回怪我したところが癖になっちゃってたんですよ。で確か同じところをなん
何で怪我したか覚えてないんですけど、なんかのタイミングで怪我しちゃって、で出れなくなっちゃって、本番直前に。で人生で初めてリレー選手になれたのに、なギリ走れるみたいな感じだったんですよ。走れるけど痛いから遅くなっちゃうみたいな感じで、どう出るか出ないかどうするみたいな。みんなはなんか負けてもいいから出てもいいよって感じだったんですけど、私はもう申し訳なすぎて、いや大丈夫って言って補欠の子に出てもらって、そうっていう話でも補欠の子も急遽だったから絶対緊張したと思うし、すっごい申し訳なかった。それでその状態のままみんなとバイバイして新潟来ましためっちゃね、でもそんな過去があった。だから結局リレー選手として一回も走ったことないです私。辛かったね、ついてないなと思いながら生きてましたね。そんな過去があったわ、そういえば。でね、そうだ、その時に徒競走は出たんですよ、中2のその体育祭。足は怪我してて、でも徒競走にはまあ別に、なんだろう、リレーはもうみんなに迷惑かけちゃうけど、徒競走ぐらいはいっかと思って、徒競走はまあ出ないよりも出ても出なくても変わんないじゃないですか。だからそうそう出たんですけど、私足が速かったのね、だからリレー選手になるぐらいだから足速かったんですよ。だからまあその徒競走ってそのタイム順で組まれてたんですよ、名前順とかじゃなくてタイム順で、同じぐらいの人、他のクラスの同じくらいのタイムの人と一緒に走ることになってて、で私の中で、ね、5クラスあったので 5人並んでたんですけど、私以外みんな速い子で、うわーこれがリレー選手の見る未来、リレー選手の見る景色かと思って、そうで、まあリレーは出れなかったので徒競走まあ踏ん張って頑張るかと思って出たんですけど、最下位でしたダントツビリ、もう超恥ずかしかっためっちゃ恥ずかしかった。あんまりね、めちゃめちゃ記憶があるわけじゃないんだけど、その徒競走でビリで恥ずかしかったっていう記憶だけはめちゃめちゃ残ってますね。中1の時のね、記憶が私全くないんだよね。中1の体育祭の記憶がマジでない。今もだってまだ18なのに、13歳の時とかか、12歳13歳ぐらいの時の体育祭の記憶がマジでない。私出たのかな体育祭出てると思うんですけど全然記憶ないんですよね。何したんだろう中1の時、マジで覚えてないな。かっこいいギフトありがとうございます。あ、ミラーボール、今日初のミラーボールです、ありがとうございます。イエーイ、ミラーボールありがとう。あ、クマありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。何してたんだ中1の時。記録より記憶に残ればいいのよ。おお、いいこと言う確かに。でもなんかそうね、嫌な記憶ではないか、まあ、青春だったなって感じですね。私ね、その体育祭の記憶でね、一番あるのはそのリレーとか、リレーがまあ2位で1位はあの私あの2年生の時にね、そのクラスカラーあるじゃないですか、
でクラスカラーってくじ引きだったんですよ私の学校。くじ引きかなんかわかんないけど、まあその1組が何色2組が何色って決まってるんじゃなくて、その年によってくじ引きか、まあなんか上の人が集まって話すか覚えてないんですけど、そうクラスによって色を決められたんですよ。で2年生の時に私はピンク色になったんですね。そうだから鉢巻きとか、なんかクラスで横断幕とか作るんですけど、そういうのも全部ピンクで、ピンクピンクだらけの体育祭だったんですけど、私のクラスはそのピンクの鉢巻きをつけた時に、女の子みんなでなんかつけるじゃないですか。でどう位置大丈夫みたいな言ってる時に、私ねその体育祭のちょっと前に髪を切ったのよ、バッサリ。こんくらいロングだったの、中1までずっと。けどその体育祭のちょっと前に髪を切って、 それで同じクラスの女の子たちに、え、ピンクの鉢巻きめっちゃ似合うみたいな、何でも似合うねみたいな感じで褒められたのが一番いい思い出一番記憶に残ってますねすっごいどうでもいいでしょ。でもすっごいどうでもいいし、別にオチもないし、ただ周りの子からピンクの鉢巻き似合うね、可愛いって言われた記憶がめちゃめちゃ残ってるんだよね頭に。そういうなんかいい記憶は残ってるよねやっぱりだから体育祭の思い出1位はその鉢巻き似合ってるよって言われたことで、2位がそのリレーで出れなかったことだねおもろくね。なんかめっちゃ嬉しかったんだよね、なんでだろうわかんないけど、めっちゃ褒められた記憶ある髪切ってよかったと思った瞬間だったのねきっと。新潟のバーベキュー会でリレーやったよね、懐かしい。あれたまに見返すんよね、私新潟の自分が出てる回たまに見返すんだけど、バーベキュー会のリレー私意外と足早かったですよねそうでもないかったっけ、あれ大好き、おもろいよな。中1の時は黄色だったかな、クラスカラー。なんで中1の時の記憶こんなにないんだろう。中1は多分黄色でした、黄色だった気がする。まあ、人生でっていうか、その小学校中学校高校って通ってきて一番今までで多い色黄色かもしれないな。高校最後の体育祭も黄色だったし、小学校の時も黄色多かった気がする。6年生の時も、あ、6年生の時は赤かな、緑、記憶ないわ記憶ないわ、思い出せない。もう私も年なんだなって今思ったわ、悲しい。可愛いエピソード、あ、よかった。すっごいくだらないエピソードでごめんなさい、鉢巻きを褒められたっていう、ただそれだけバーベキューの会大好き。文化祭は何か思い出ある？文化祭ね、文化祭は私なんか中学校から文化祭ある学校とかあるじゃないですか。でも私ね、神奈川の中学校の時は文化祭という文化が一切なかったんですよ。そういうダジャレみたいになっちゃいましたけど、新潟の中学校に転入してから、新潟のその中学校はなんか文化祭らしき文化祭っぽいものがあって、文化祭があって、なんか学年で一つの演劇をやるみたいなやつをやったんですけど、私当日お仕事で行けなくて、そうでも練習の時に、あーそうだ、私中学の時すごいね、友達がめちゃめちゃ優しくて、そのだから NGT でお仕事も結構やらせていただいてたので、結構両立が難しかったの、中学の両立と中学とお仕事の両立が難しくて、で慣れてなくて、で学校も
お休みしたり早退することが多くて、でその役があるんですけど一人ずつ、でもその役とか準備の係とかも私当日行けるかどうか分かんないからどうしようって思ってたら、とりあえず役とか係とかは決めておこうみたいな感じで仲間に入れてくれて、でそれで結局当日は出れないことが決まってしまって、だから演劇の学校の授業とかも全部その演劇の練習とかに使われてて、そう普通の授業もやりつつ演劇の練習みたいなことが多かったんだけど、その私は本番出れないから見たり見学したりしてたの、その演劇を。そうしたらね、すごいクラスのね仲いい女の子が当日出れないけど最後のさ、なんていうの、カーテンコールみたいなやつがあって、みんなでわーって出てってイエーイみたいなやるやつがあるんだけど、その練習で通しの時にその本番出れないけど行っちゃおうって言って連れてってくれて、なんかカーテンコールだけ出たんですよね、練習ですけど。そう本番出れないから練習だけでもカーテンコール死んでよって言ってステージ連れてってくれて、イエーイって言ってやった記憶がありますね。めっちゃいい思い出やんこれめっちゃいい思い出じゃない、ちょっと伝わりますこれ。ありがとうギフトありがとうございます、だるまもありがとうございます、ありがとうギフトありがとうございます、かわいいギフト、だるまもありがとうございます、ありがとう。めっちゃ優しいでしょ、もうその子。でも私中学校はねその子に支えられて卒業できた。あ、ミラーボール、ありがとう、このタイミングでありがとうございます、ミラーボールイエーイ、ありがとうございますミラポル。そう私中学の時結構友達に馴染めなくて、そうなんかみんなアイドルってことを知ってるし、なんかどう接していいか分からなくて友達作るのがめちゃめちゃ苦手だったので、自分から話しかけるとかも絶対できなくて、なんか他のクラスの子とかは打ち解けられなかったんだけど、そのクラスの仲いい女の子がねめちゃめちゃ優しくて、もうその子とその子がいるから学校行ってたみたいな感じだった。そう卒業してから会ってないんですけどね、青春自分の誕生日にアイナが見れたことに感謝してる、自分のタンプレ代わりにアイナにギフト送ってるわ。え、今日誕生日ってことですか、おめでとうございます、誕生日おめでとう、ハッピーハッピーバースデー、ギフトありがとうございます、おめでとう誕生日。まあもう8時53分だ、あーもうそろそろ終わりの時間ですね。確かになんかあの時はなんか何も考えてなかったけど、今思えばめっちゃなんかいいエピソードでしたね今の何気なく何気ないそのことだと思ってたけど、めちゃめちゃ大きなことだったのかもしれないですね。やっぱ友達はね広く浅くも大事だと思うんですけど、私は狭く深く派なんで、だから地元の友達とかも帰っても同じことしか会わないし基本的に、まあ、でも友達いっぱい欲しいなとか思う時期もあったけど、まあ、友達少なくてもその信頼できる子がいればねいいと思うんですよね私は。確かにいいエピソードだったかもしれない、聞いてくれてありがとうございましたありがとうギフト、 ありがとうだるま、ありがとうございます。ラジオとかで聞いたいいエピソード、確かにラジオ向けだねこのエピソードは。なんだろう、
人生で助けられたなって思った瞬間のお話とかね。ラジオいいね。はい、ということでもうそろそろ終わりなのでスクショタイムをして終わりたいと思います。何かスクショタイムのリクエストがあればコメント欄に送ってください。あ、こっちでした。イエーイ。おたともが欲しいです。おたともはね、いいよね。やっぱり好きな趣味とか好きなものが共有できるってめっちゃいいことだしね。ぜひここのコメント欄にいる皆さん、みんな優しいのでぜひ声かけてみてください。すぐに友達ができるはずですのでね。みんなお友達になってくださいポーズ、お友達になってくださいポーズ。なんかこうどうだどうこうこうかな。はい、スクショタイム。次、ランナーポーズ、走ってる感じの体育祭で走ってるポーズ。このギフトさ、可愛いとかこういうギフトってさ、この画面に表示されるんですね。今初めて知ったんだけど。え、そうなんだ。なんかこのコメント欄のとこしか見てなかったけどさ、この画面に可愛いとか出るんだね。すごっ、めっちゃいいねこれ。あ、ごめんなさい。あ、めっちゃ可愛い、出た、ありがとう。知らなかった、ここに出てたんだ。なんで今まで気づかなかったんだろう。かわいいかわいいかわいい。うん、何があるかな。ダブルピース、次、今何個やったっけ、3個かな今。ニャーニャーポーズ、ラスト、ネイルね、ネイルネイル。可愛くないネイル。嬉しい。自分でにやけるぐらい可愛い。でもこのネイル結構ね、個性強めだから好き嫌いは分かれるかもしれないな。まあ私は超好きですけどね。もう毎回やっぱり更新したいよね、一番のお気に入りを。うんうんうん。はい、ということでスクショタイム終了でーす。皆さん今日もスクショ、コメント、星、ギフトありがとうございました。ぜひね、いつも配信終わりに皆さんの SNS 見るの楽しみにしてるので、 Twitter やらインスタやらにスクショとか感想とか載せてくれると嬉しいです。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。
ハートギフトありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。はい、ということでみんなまた会いましょう。バイビー、ありがとうございました。終わるよん、ありがとう、かわいい、ありがとうって、こちらこそありがとう、最高の誕生日でした、おめでとう。スクショタイム間に合わなかった。はい、ということでバイバイみんな、おやすみ、ありがとうございました、おやすみ。